ぶらーっと喋りましたけれども、必要になる金額時間をまとめるとこんな感じですね。待って、まだドラム始めてないの？はい、どうも皆さん、ご機嫌うるわしゅーびすたんです。今日のこの動画10分、見終わった後あなたをこう思わせたい。ドラム始めてみるのちょっとあるかもな。私のチャンネルですね、これからいろんなレッスン的な動画を上げていきたいんですけれども、いわばビスタンアカデミー開講の今日はエピソード0。どういうことかっていうと、ドラム始めてみたいけど値段かかりそうだなとか、難しそうだなとか、ちょっと踏み出せないなっていう方結構たくさんいらっしゃると思うんですね。ドラムを始めるに多分皆さんにとっていろんなハードルがあると思うんです。時間のハードル、お金のハードル、そして環境のハードル、これを今日の動画でクリアにする。もちろん僕自身の一番ピュアなハート、熱い思いで言えば、お前そんな細かい条件とか気にしててビッグになれるわけねえだろ、いいから死ぬもの言わず今すぐドラム叩けや。ドラムは最高に楽しいし、人生も豊かにしてくれるし、感情もブワーッと盛り上げてくれるから、いいからドラム始めてよっていうのが前提であることはお伝えしておきたいと思います。ですが、こんだけ情報をすぐに手に入れられる時代になりました。それもすごく素晴らしいことだと思うので、理想だけじゃなくてね、有益な情報を届けたいっていうのも僕のチャンネルの目標なので、今日はそのような動画にします。それでは早速行ってみようか、レッツゴー。はい、最初にも言いましたけれども、あなたがゼロからドラムを始めてみて、人様に成立するレベルで演奏を披露するという、ここまでを目標にした設定で説明をしたいと思います。じゃあまずはですね、あなたまず何も持ってないと、じゃあこれをまず買ってくれ、僕だったらいうものを2つあげます。当然ドラムスティックですね。品名で言います。プロマーク TXR5AW。 僕が実際に使ってるのは 5BW というちょっと太いタイプの、パワーを出したいタイプのスティックなんですね。ただ初心者の方にはちょっと太いかもしれないので、スタンダードなモデルを今日はおすすめします。そして練習パッド、やっぱりまずスティックの持ち方なり叩き方なりを確認するところから始めなければならない。一方でプロの方も必ず練習パッドはお家に持ってますから、なのでこれはいずれにせよ必需品である。ヤマハの練習パッドですね。こちらお値段が5360円、すごいスリムなモデルなので場所も取りません。スタンドもついてきます。つまりまずあなたが卵からひよこに帰る段階に必要なお値段は6500円。これであなたはもうまずドラマにはなれました。でも経験ゼロであるあなたがこれでできることは、スティックの持ち方と振り方を確認する程度であって、ドラムを演奏するには当然これだけではドラムは演奏できません。全く別物ですからね。いろんなとこ叩くし、足も使うわけですから、ってなると生ドラムを叩かなければいけないんですが、当然持ってないんですよね。じゃあドラム買いますか？約30万かかります。いや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 、練習スタジオに行きましょう。まあとりあえず Google なり Yahoo なりで音楽スタジオって検索してみてください。これあくまで僕が住んでる東京のリハーサルスタジオの相場にはなっちゃうんですけれども、1時間だいたい500円から1000円ですね。この振れ幅は何かっていうと、まあ、当然スタジオによっても値段設定違うし、部屋の広さ、どこを予約するかによっても値段は変わります。安ければだいたい5、600円で入ることができるので、2時間入って1200円とか2000円弱、こんぐらいの振れ幅になるのかなと。じゃあスティックを持ってみる、振ってみる、そしてドラムに触れ合ってみる、ここまでの段階は行きましたね。ただドラムと向き合ったところであなたは何したらいいか当然わかりませんよね。いきなり、はい叩いてみてくださいって言われたところで鳴らすことはできてもフレーズを叩くことは当然不可能だと思うんですね。そこで必要なのが指導者ですね。僕は全部独学で始めました。始めてから途中で上達したいがためにレッスンに通ったことはたくさんありますが、曲を叩けるところまでは独学に持っていきました。そういう人間もいるんですが、やはり効率がいいのはもうゼロから指導者についてもらう方が効率がいいと思います。あなたが指導者を得る方法を2つ挙げます。1つ、ビスタンのチャンネルに登録すること。これからたくさん
上げていきますので、僕のチャンネルをたくさん見てください。これが一つの方法。ただこれは、これから上げていく段階なので少し時間がかかりますし、僕のペースになっちゃいますね。なので2つ目の方法、レッスン、まあ、これも早い上達、効率的な上達のためにはどうしても必要になっていくかなと思いますし、皆さんまず始めようかなって迷った時にレッスン行こうって考えると思うんです。じゃあレッスンの値段ってどんぐらいなのかって、だいたい1時間あたり5000円から1万円あるいはそれ以上、だいたいこの5000円から1万円の間ですね。先生が一人でいろんな生徒さんが 3,4 人で一気にやるパターンだったりとか、1対1でマンツーマンでやるパターンだったり、まあ、いろんなタイプのドラムレッスンがあると思うんで、まあ、どっちがおすすめかなっていうと、これは別に僕はどっちでもいいと思いますし、まあ、先生によって違うんでね、まあ、こればっかりは行ってみて雰囲気、方針、やり方があなた自身と合うかどうか、これはお金払う以上は逆にあなたが好きに選んで判断して、嫌だったらやめればいいし、いいなと思ったら続ければいいと思います。で、発表会1ヶ月後だから通いまくりたいって言うんだったら、まあ週1回ぐらい入った方がいいと思うし、まあ、とりあえず期日は決まってないからある程度上達したいんだよねぐらいのハードルだったら、まあ月2回ぐらいでいいんじゃないですかね。とりあえず最初、一番最初皆さんがぶち当たるハードルは手足を別に動かすっていうことだと思うので、それはやはりドラムセットでしっかり練習しましょうってなると、結構リハーサルスタジオ、個人練習にも入る必要出てきますよね。ブラーっと喋りましたけれども、必要になる金額、時間をまとめるとこんな感じっすね。まあ、プラスアルファの説明として、環境編、こういう質問僕すごいもらうんですよ。電子ドラムってどうなんですか。電子ドラムめちゃくちゃいいと思います、まあ、生ドラムを叩ける環境を作ることなんてめちゃくちゃこれ大変なんですね。ただ注意してほしいのは、電子ドラムも意外と苦情きます。なんで音鳴らないからうるさくないじゃん、だってヘッドホンで聞けるから大丈夫でしょって思われるかもしれないですよね。結構音鳴りますよ。結構な騒音と振動を周りの住民の方に聞こえるんですね。一旦ちょっとね、ちゃんと判断してもらった方がいいと思う。なぜかっていうと、電子ドラムも高いっす。安くて10万ぐらい、いいもので 4,50 万しますから、買ってからやっぱ叩けなくなった、その結果ドラム挫折しちゃったってなったらめちゃくちゃ僕悲しいんで、一軒家の1階だったりとか、管理会社側から契約でそういった防音の仕様になってますので、この時間は叩いて大丈夫ですよっていう契約の前提として、ちゃんとそういった説明が組み込まれている物件、電子ドラムでさえも叩ける場合っていうのはそんぐらい限られてるということを、これ今一度知っといてほしい。ほんと知らないままにドラムに嫌な思い出ができて挫折しちゃうことが僕一番避けてほしいんで、あえてこうやって厳しい現実を言いました。やっぱ余計なお金、余計な労力かけてほしくないですから、まあ、それだったらちっちゃい練習パッドぐらいならまだ苦情来る可能性も低いので、これは買ってもらって、持ち方、振り方、基礎練習をちゃんと確認してもらう。で、個人練習、有料スタジオ、練習スタジオに入って、そして指導者をつける。これがあなたにドラムを始めてもらうための一番最低限かつ効率的なドラムに向き合う条件かと僕は思います。ドラムに対して迷ってる、一歩踏み出せない方を、とにかくこっちにやってみない?って、楽しいよって、こんなことが必要だよっていう一歩を踏み出させる背中を押す役割で僕はありたいから、今日この動画を作りましたし、これからもそういった動画いっぱい発信していきます。ぜひ皆さんが思っていること、感じている疑問、バシバシ僕に教えてください。ぜひ今日の動画ためになったと、へーと思ったと、もっと知りたくなったという方は高評価とチャンネル登録をぜひお願いします。というわけで今日も見てくれてありがとうございました。ビスタンでした。バーイビス。